皆さんおはこんばんちは、おいもです。今回は加藤誠越もときめき鉄道 ET127系をご紹介いたします。購入した時は時鉄ではなく JR の E127系でした。これにタブーシールで制作したデカールを貼り付けて、デカールを貼り付けた後元通りに組み立てれば、なんということでしょう。なんと時鉄のラッピング車に変身しました。こちらは地元の高校生がデザインしたボラテクノというメーカーのラッピング車。一方こちらは大阪の門真が発祥の某有名家電メーカーのラッピング車です。新潟県の風景と東京五輪関係のラッピングが施されていました。そしてこちらは標準色の ET127系、 ウプ主としては珍しく製品そのまんまです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは最後に走行シーンをお楽しみください。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。